はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。革命家リュウです。さあ本日なんですが、革命をね、起こしていこうと思いまして、遊戯王の世界に。まあ、以前ご紹介させていただいたこのマジッククロニクルと原初の棚っていう最強コンボあるじゃないですか。なんかマジッククロニクルで好きな魔法トラップカードをゲームから除外して、でそのカードを原初の棚で無限回収して、使いますっていうね、まあ、そういうコンボなんですが、無限回収して強いカードっていくつかあると思うんですよね。もういろんな、カードが、まあ、前回はちょっとふざけてプレゼント交換でエクゾディアプレゼントするって意味不明なデッキ作ってきましたけども、今回はね、革命をね、無限に使っていこうと思いまして、相手の手札の枚数かける200ポイントのダメージを相手のライフに与えるっていう、この革命っていうカードね、これ原初の棚で無限回収することによって何回も打てるんで、今回はですね、革命を8連打していきます。はい、革命を8連打して相手のライフを一瞬で削り切るっていうね、5ミリ以下のデッキを、作ってきたので、早速ねデュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。そもそもこのデッキさ、先行取んねえと何もできねえからよ。まあ、まあ、高校でなんか何の妨害もねえみたいなデッキやったら、まあ、あれだけどよ。で今ここ発動頼む。通る、やったいけるぞ。なんかこれワンチャンじゃねえかこれ。じゃあ、無の煉獄発動、相手のね手札誘発がなければなんとかなるっていう。あ、原初来た、なるほど。原初セットして、で内手の子たち発動するしかない。これで、マジッククロニクルが引ければなんとかなるんですけども、動き出すんですけども、マジッククロニクルが引け、あ、シート、これはいけるぞ。御用ディフェンダー、御用ディフェンダーで、御用御用からの、御用御用御用並べていきましょう。これワンチャン2ビルさえなければなんとかなりますね。これで御用ディフェンダー効果、御用ディフェンダーで御用ディフェンダー出して、で御用ディフェンダー効果、御用ディフェンダーで御用ディフェンダー出すと。御用ディフェンダーとかいうもさ強すぎますね本当に。そして、聖騎士の追走イゾルデをリンク召喚、そして聖騎士の追走イゾルデのリンク召喚成功時の効果は破棄していく。戦速はもう破棄ないんですよね、そんなに。で追走の効果発動によってして、デュランダル墓地を食って、リナルドを特殊召喚、おいダラドルすると、あとは相手はサレンダーしなければなんとかなるんだこの部分見たら結構サレンダーされるんですよね、そもそも論。これがマジで、まあ、相手が多分怪獣格闘とかそういう系のデッキだったら待ってくれるとは思うんですけど、だから結構サレンダーされるんですよマジで。このデッキそういう意味で成功確率マジゴミです。はい、マジで。で御用ディとイゾルデでユニオンキャリアを臨機召喚していく。で、2体のチューナーとチューナー以外のモンスターでリンク召喚していく。ファイブ、そしてハリファイバーリンク召喚成功時効果集う、デッキからチューナーモンスター相手を特殊召喚できるため、これによって、文房具001も特殊召喚、そして、文房具001とハリファイバーでリンク召喚。普通の人だったらここでねサレンダーされるんですけど、もしかしたらあれかもしれないですね、高校まくり用デッキかもしれないですね。相手全然見てくれますね、ありがてえ、ありがてえぞ。お前は俺の恐るべきデッキに恐れおのろくであろう。さあ、東京3体生成し、そして文房具001の効果発動。文房具001は墓地から特殊召喚をすることができる。そして、レベル3の、トークンにレベル1の文房具001をチューニング、シンクロ召喚現れろ。ロイキューピット、ルイキューピットの効果発動。ルイキューピットはシンクロ素材にしたチューナーの数だけ自分の、レベルを上げるか下げるかすることができる。そしてレベル3のトークン2体にレベル3のルイキューピットをチューニング、シンクロ召喚現れよ。電の開口シェンシェン、シェンシェンが存在する場合フィールドから墓地を送られるカードは墓地を送られずゲームから除外されるという効果を持っている。そしてマジッククロニクルを発動。マジッククロニクルは手札を全て墓地の送り、デッキからマジックトラップカードを、合計5枚まで、除外することができる。これによって原初の種と、それから革命、そしてあとは正直何でもいい、この5枚をゲームから除外し、そして、ユニオンキャリアの効果発動。ユニオンキャリアの効果によりユニオンキャリア自身に、光属性または機械族のモンスターを装備することができる。これによってカオスソルジャー、壁掛けの下を装備、そして手札よりマジック、手札じゃない、伏せだったマジックカードを原初の種を発動。
このカードの効果により除外されている革命と原初の種を回収。さあ革命の呪しを上げろ。うわあ革命発動。相手の手札の枚数かける200ポイントのダメージを相手のライフに与える。そして原初の種の効果発動。原初の種の効果によって革命と原初の種を手札に加えていく。これが無限革命スーパーアルティメット最強連打デッキ。行け革命発動。手札の枚数分だけ1000ポイントダメージを無限にてめえのライフに与えていくぜ。行け原初の種。うおゴミゴミデッキ、アルティメットゴミデッキだ。アルティメットゴミデッキ、革命発動。さあ革命ののろしを上げろ。だから俺はチェッケバラっていう名前になってるのさ。そして原初の種の効果発動。うおよく待ってんの相手。お前のライフ焼き切れるぞマジで。もしかしてこれ最後までフィニッシュさせてくれる感じ。お前優しいな。わあここでサレンダーだ。おい最後まで見てけって。何してんだお前。やっべえなー。なんかワンチャン高校でも決まりそうになることあるからよ。高校でもなんかあれなんだよね。なんか輪があるんだよね相手の展開によっては。うん相手の展開によってはね。さあ打ち出の小槌を発動。打ち出の小槌の効果によってカードをデッキに戻して気に A からカードを引くという効果。なんかあのやばいカード入ってますね。だいたい内田の小槌を発動するデッキはろくなデッキじゃないんですよ基本的には。僕もそうなんで、僕のデッキもガンジンされてるんで、リノロと内田の小槌を発動するデッキはろくなデッキじゃない。さあライティドライバー召喚。ライティドライバー効果発動。ライティドライバーによって、あーレフティーですかこれ。ハリファイバー、ラドンされたらまあ普通にさすがに無理なんで、サレンダーしましょう。あれだとはもう全然ケアできないんで、当たり前にケアできないんで。ご用 D だ。なるほど、ご用 D ご用 D ご用 D。 あなんかもしかしたらあれですかね、似たようなタイプのデッキですかね。似たタイプのデッキの気がするね。ご用 D ご用 D ご用 D。 これイゾルデかな。まあ多分イゾルデなんでしょうね。でもね、ご用 D ご用 D ご用 D からのイゾルデはまあこれはでも当たり前のルームだからな割と。でイゾルデなんか割とそこそこなんか見たなんか既存しょあシュンシュンなんか騎士感があるムーブだな。騎士感があるぞ割と。割と騎士感があるムーブをしているこいつは。その癖か。その手が何マジッククロニクルだ。やべえマジッククロニクルだ。待ってこれ何が除外されるんですか。マジッククロニクルなんかマジッククロニクル無限ループがはい成立してるんですけども、さあユニオンキャリアの効果によってまあこれ多分開幕ですよね。ですよね。それじゃあ原初ですか。原初で何回収するのこれ。革命まさかお前の革命か。え何だこれ。あプレゼント交換だ。プレゼンツ交換。えこれもしかしてエクゾディアプレゼントしてくれる。もしかしてこれ勝てる。まさかのありえるな。なんだあれ除外したの。あれ除外したらなんだ。わかんねえな。わかんねえぞ。なんか除外したらさ裏側表示だからさ除外したかとかわかんないんだよね。何が除外されてんのかこっちからは。まあ、プレゼント交換と、まあこれ現象。でもこれワンチャンこれ、あれなんじゃないの？エクゾディアプレゼントしてくれるんじゃないのこれ。じゃあ、エクゾディアプレゼントしてくれると嬉しいな、これ、マジで。俺何もしなくても勝てるぞ、これ。しかもなんか、封印されし者みたいな称号もね、ゲットできる可能性ありますからね。エクゾディアで勝つと、ランク戦で。これさ、なんか不穏な空気感じるんだけど、なんか現象の種でさ、なんか除外したカード回収してないこれ。プレゼント交換で回収したカードこれ回収してるよねこれ。この人原初の種と裏側表示のカード回収してるよね。これ何回収したの。待って、わからんわからんわからん。これなんだこれ。やばい、手札めっちゃ増えてる。やばい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 が起きてる。手札めっちゃ増えてる。手札めっちゃ増えてる。やば。あああああああ
習した、はい。プレゼントしてくれるんじゃないの？なんでてめえ回収してんだよ。詐欺師じゃねえか。プレゼントしてくれるって言ったじゃん。何こいつ。